ございまーす。邪魔してまーす。おはよう。ございます。おはようございます。いやー、ひょきち。はい。来ちゃいましたよ。来ちゃいましたも何も。何も、すごくいい天気。いやー、空が高い。ねえ。気持ちいい。視聴者の方、これどっか分かってないんじゃないの。新潟。ちごわい。ちごわい。ちょっと見た、あの山。山見た、山好きの人は知ってるかもしれないけど。春名山でございます。春名山。え、春名山で、その奥に浅間山があって、お、伊予岳があって、で、ここは赤城でございます。群馬県の。群馬県って来ちゃいました。群馬まで。海がない海なし県、海なし県ですけども、今回はなんとチャンネル登録者数が1000人超えた、はい、あのプレゼントですよ。 あのプレゼントを直接郵送ではなくて直接群馬までお持ちして、やっぱりね、さばいて、あ、食べていただこうと、ここまで、そういうことになっております。なんかたくさんご応募いただいた中で、厳選なる抽選をさせていただきました結果、今回のプレゼントは群馬県の方に当たりましたということで、群馬までわざわざ来ました。ただですね、ちょっと天気いいですけど、ちょっと寒いですよ。だって、うん、ハウスでもね、気合入ってるからあんまりの T シャツ、ね、あんまりだあんまりだあんまりですけども、まあまあいいでしょ。この格好で行けばね、テンションも上げて体も温かくなってますんで、今回そういう回でございますんで、よろしくお願いいたします。ございます。おはようございます。たくさんの応募ありがとうございました。一応このマグロをね、今日はプレゼントに持っていこうと思いますんで、じゃあこのマグロをちょっとおろしてみたいと思います。1本じゃないよね。1本じゃないよ。はい、シェフを切りました。切りましたね。鮮度感もあるし、うん、脂も乗ってそうなんで、このマグロを、プレゼントのマグロとして本日は選びたいと思います。この背の中、ちょっとど真ん中をいきます、うん、わお。まずはね、まずはさ、まずはまず人たちね、ダム。わお。おお。はい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 。問題ないでしょ。いいじゃないですか。鮮度感もありますよ。そうですね。うん。これからバッチリ色も出てきますから。うん、問題はここからですよ。そう、問題はここからですよ。いつも言われてますからね。お前、本当はできねえんだろうと。ね。新潟の洋菓子の連中からも言われてるわけですよ。お前、本当はできねえろと。冗談じゃありませんよ、あんなの。できまして、それぐらい。池崎の口見とけよ。今日はさ、ジャスト1キロじゃないとダメ。 1.2 とか 1.3 とかどう。じゃあいいよ、もう切る前だからね。今ね、もう切る前だから、うん、いいじゃない、それは。いい、うん、じゃあちょっとさ、この手の感覚から言うと、うん、1.1 でお願いします。はい、1.1 ね。 1.1 でお願いします。いきます。言うても1キロありますからね。切りましたよ。 1.1 キロの、いやー、素晴らしい、プレゼントのマグロです。これが 1.1 キロ、はい、今日はこちらをお届けしますんで、お待ちくださいね。当たった方、ぜひとも食べてください。いきます。じゃあまずね、目方だね。目方をね、うん、やりますよ、はい、いやー、こういった方がいいね。まず断面でしたね。綺麗だね。さあ、どうぞ。じゃーん。でも、まあまあ。いや、ちょっと心気が加わった感じだね。そう、なんか気持ちが溢れ出ちゃった。100g ね。1.2g だけど。じゃあ、
これをお届けという形でよろしいでしょうかね。またバカにされる。じゃあこのマグロを持ってあなたの元へ去ります。到着しました。いよいよご自宅に。はい、これをちょっと持ってきましたんで、これからいよいよ当選した方に突撃したいと思います。ございまーす。ございます。ございまーす。つなきしチャンネルでございまーす。はーい、いました、いました。はーい、はい、おめでとうございまーす。やったー。改めまして、はい、ございます。こちら、はい、群馬県の今回当選された宇部方さんのお宅にお邪魔しましたんで、これね、なんとね、びっくりこぎまるだったんだけども、はいはいはい、なんと今回この応募して抽選当たりました宇部方さん家、実は僕の大学の時の友達の家でした。いや、びっくりしちゃったよ。本当は違う人もよかったけどもでもね、応募してくれた方は僕たちのおばあちゃんです。おばあちゃん、ありがとうございます。なんかどうしてもツナキツのマグロが食べたいということで応募してくださったんですね。うん、ありがとうございます。刺身食べれる？マグロのドキ生物？ビーフにこきだろ生もの食べれない、そういうね、お子さんの意見も聞いておりますので、どうしてもね、魚の魅力、マグロの美味しさを伝えたいツナキチチャンネルとしては、なんと今プロジェクト中のサバビザとパエリア、あとはピラフ、ええ、こんなのをね、お持ちしたんで、今日は宇部方さん家にマグロのお刺身とツナキチシリーズ、まだどういうネーミングになるか分かんないけど、これこちらを食べてもらって味見をしてもらおうかなと。食べてもらって、ええ、で今日はそれをやっていきたいと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。血合いを外します。あ、血合いを外して、はい、これ今度油があるから、こっちが全部中トロ、全部中トロ、この上が赤身、さっき取った血合いで、赤身を先に取りたいんで、だいたいお刺身の高さって8センチぐらいなんだけど、お寿司だとね、でもちょっとちっちゃくして、ちょっと色が違うよね。そう違う。でこの赤身の部分だけ、上の部分をね、大体この横の線からまっすぐこう取ると赤身の部分が、はい、もう取れました。はい、でその次刺身の部分、中トロの部分を取るんで、これをまっすぐにして親指の太さぐらい、大体ね、でも僕はせっかくマグロの美味しさを伝えたいんで、もうちょっと厚くいくんで、一気にここまで、顔までもう一回人たちで包丁の前面使って、もう一回今度筋っぽくなるから、筋はこう横に外すんだけど、まずこのまま横に、そうするともうマグロの、そう、柵取りがもうできる。でこれをこのままやっていくと、横に切っていくと、もうこのまま刺身ができる。そういうことか。で今これは皮毛がついてるから、スプーンとかで描いていくとネギトロの原料になります。これも焼けばこれ美味しい。でこれも力肉、ここも中トロの部分で柔らかくて、あ、ここはちょっと筋あるけど、外すと美味しく食べます。でそしたら一回まず汗拭いて一回汗拭いて、顔と巻いて、顔と巻いて綺麗にしないと
群馬暑いから。なんか皿ありますか、刺身用の。これ結婚式で切れ物でうちが出した皿。これナイス。じゃあこれでいきましょう。油の方を上、赤身下にしてこのまま。熱いね。うん。すごい。そうすると口いっぱいに薄くやってみたけど、どうせなら今日もプレゼントなんで口いっぱいにマグロを味わっていただきたいんで。で食べてもらって美味しいか美味しくないかとか、やっぱり綱吉のマグロが最高だっていうのを言ってもらわないと、ね、この度はご応募いただきありがとうございました。まあ市場を盛り上げるかっていうことで YouTube 始めることになったんです。市場の中でもとびっきり元気なんですよ。わかります、見てると YouTube 見てると一人でやらしてるからね。どこ行ってもどこ行ってもみんなございますございますって声かけてくれるんです。うん、全然あんま気にしないから、あんま気にしないよ。はい、じゃあこんな素敵なお皿で盛らさせてもらいましたけど、すいません、あの盛り方が汚くて。ただ多分美味しさは十分に伝わると思いますんで、喜んでもらえますかね、はい、じゃあこれからいよいよ実食と参ります。どういう意見が聞けますかね。というわけでございまして、やっと切り付けが終わりました。マグロと今日はですね、まあ、試作品なんですけど、綱吉印のサバピザを食べてもらおうかなと思って今準備できましたんで、じゃあこれからいよいよ実食でございます。皆さん食べてください。いただきます。あー、できたできたできた。おっと、ムックン来ました。ピザどう？おー、美味しい。いただきました。え、なんだって？サバピザどう？うまい。ボーナス。うまい。来ました。うまい。うまい。マグロ。マグロが、え、誰のマグロが美味しいの？スナックのマグロ最高。ありがとうございます。美味しい。美味しい。おばさんも美味しく出ました。いいでしょ？ね、最高だと思わない？じゃあどうぞ。スナックのマグロ最高。ぜひ。同じく美味しい。同じく全員からボーノをいただきました。ボーノ、全員のボーノいただきました。いただきました。この喜ぶ顔が見たかったですね。今日はね、群馬まで来た甲斐ありますよ。やっぱりですね、我々は魚の魅力、マグロの魅力、魚の美味しさ、マグロの美味しさを伝えるチャンネルでございますんで、これは良かったです ね。これまた励みにね、嬉しい収穫となりました。サバピザ、サバピザどう？これちょっと美味しい。ルクちゃん、ほら、美味しい、ほら、美味しいね。サバ感がサバいいでしょ。いいの、美味しくなるね。間違いない、間違いない。お酒のおつまみに回ってさ、綱吉印のピザは販売はまだどうなるか分かりません。名前もまだ決まってません。今日のマグロも美味しかったですか？なかなかね、ピザが美味しいって。あー、嬉しい。八巻、はい、どうも、ひろきち。登録者数1000人のプレゼント、いや喜んでもらえますね。あ、本当にね、良かったっすわ。もうね、食べてくれた方たち、うん、全員ボーノ出ましたもん。ボーノ出ましたね。やっぱね、わざわざ持ってきた回ありますよ。うん、あ、良かった良かった、本当に。まあ、ここを一つのね、うん、通過点してね、通過点ね、うん、通過点でしょ。通過点、これからもっともっと伸びていく感じでしょ、うん、まただってほら、
2000回の時、2000人登録の時、やっちゃうの？いや、それはやっぱり、ね、やるけない、うん、いやそのためにはさ、やっぱりさ、これ見てくれてる人たちのご協力も必要なわけですよ。確かに綱吉チャンネル面白いよと、うん、あ綱吉いいぞと、まあ、いうことが必要なわけですよね。綱吉チャンネルってどういうこと伝えんだったっけ？ですね、何を隠そう何を隠そう魚の魅力、マグロの魅力、もしくは魚の美味しさを伝えながら、うんうん、新潟の魚菓子たちの技術っていうのもお伝えできればなと思って始めたのが綱吉チャンネルでございます。いいね、新年ぶりでないから。でも綱吉のいろんな食レポなんか見たい聞きたいっていうそういうのもあるらしいよ。欲しいの。ちょっとね、でもね、なんか最近ちょっと食レポ、うん、お前ちょっと食べてるなんか紹介しろというようなねご意見もたくさんいただいてますんで、ね、食にこだわりあるもんね。もうこだわりしかないですよね。ね、うん、でもまあじゃあそれはお手、まあ、どうします？ちょっとまたねミーティングとかして、まあね、打ち合わせしてちょっと撮影させてくれるかどうかという ね、 そうだね、相手のこともありますんで、うん、まあでもそういうことも考えつつね、うん、今日はのちょっと触れさせていただいた綱吉オリジナルのねピザとかあったでしょ、はあ、まあ、あの辺のね話もちょっと進めさせてもらって、はい、でいつの日かやっぱりパッとね皆さんにお知らせしてなんとか食べていただきたいなと。でクリスマス商品ですね、クリスマスまでにはまあ間に合うようにやっていきたいなと思いますけども、まあじゃあ今日はこんな感じです。いやもう今日はもう完全に、30丸の花丸じゃないでしょうかね。美味しさを伝えられたということ で、うん、で今後ともねますます、飛躍していければと思いますので、どうかチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。いやそれにしてもね群馬日差しが眩しい。あの当初なんだっけ1キロぐらいって言ったね、1キロぐらいって言ったら記録値、うん、久しぶりになりますよ、目方当て。あれあれあれ、視聴者の食べ方は僕が全然当ててないっていう、俺はあえて当ててないんだと。それ当てられない、当てられなくちゃ、あえて言った目方でロールの位置で出したり、うん、お客様の予約の状況とかも考えながらその先やってるわけです、僕は。なので、ね、今日はプレゼントですみたいな、ね、しっかり1キロ5個か、じゃあ1キロいきましょう。